通信に欠かせない IP アドレス。おはようございます、マサルです。今回は IP アドレスについて一緒に勉強していきましょう。今回の問題はこちらです。 IT パスポート平成29年秋問い84。インターネットにサーバーを接続するときに設定する IP アドレスに関する記述のうち適切なものはどれか。ここで設定する IP アドレスはグローバル IP アドレスである。あ、IP アドレスは一度設定すると変更することができない。い、IP アドレスは他で使用されていなければ許可を得ることなく自由に設定し使用することができる。う、現在使用しているサーバーと同じ IP アドレスを他のサーバーにも設定して2台同時に使用することができる。え、サーバーが故障して使用できなくなった場合、そのサーバーで使用していた IP アドレスを新しく購入したサーバーに設定して利用することができる。どれが正解でしょうか。それでは正解の発表です。正解は A、 サーバーが故障して使用できなくなった場合、そのサーバーで使用していた IP アドレスを新しく購入したサーバーに設定して利用することができる。こちらが正解です。それでは解説していきます。 IP アドレスとは通信相手を識別するための番号で、インターネットアドレスとも呼ばれます。わかりやすく言うと、インターネットで利用する住所のようなものです。インターネットを利用する場合には IP アドレスを使って送信元と宛先を決めます。皆さんは手紙を出すときに送り先の住所と自分の住所を書いて出しますよね。この住所の情報を見て郵便配達員さんは手紙を送ってくれています。インターネットの世界も同じようなものです。例えば Google のサイトにアクセスするときには Google の IP アドレスを宛先 IP アドレスに指定して、送信元の IP アドレスには自分が利用している IP アドレスの情報を入れてデータのやり取りを行います。試しに Google がどんな IP アドレスを利用しているのか調べてみましょう。IP アドレスを調べる方法はいくつかありますが、今回は Google Admin Toolbox Dig というサイトを使って IP アドレスを調べます。まず名前の欄に調べたいサイトの URL を入力します。するとデータの欄に IP アドレスの情報が表示されます。このように簡単に IP アドレスの情報を調べることができます。 www.google.com の IP アドレスは173.194.219.147 ということを調べることができました。つまり宛先 IP アドレスにこの IP アドレスを指定することによって Google のサイトに接続をすることができます。この IP アドレスはインターネットでの住所のような存在なので、世界に一つだけになるように管理をしなくてはいけません。もし複数同じ IP アドレスが存在してしまうと、うまく通信をすることができなくなってしまいます。そこで ICANN という組織が IP アドレスを管理してくれています。あと覚えておきたいことは、 IP アドレスは変更することができるということを覚えておきましょう。何かの都合で IP アドレスを変更する必要がある場合、 IP アドレスを変更することはできます。これは引っ越しをイメージしてもらえれば分かりやすいですね。引っ越しをすると新しい住所を使うことができます。そしてもともと住んでいた場所に新しく人が住むようになれば、その住所を新しく引っ越してきた人が使うこともできます。 IP アドレスは柔軟に変更できることを知っておきましょう。では問題を振り返りましょう。インターネットにサーバーを接続するときに設定する IP アドレスに関する記述のうち適切なものはどれか。ここで設定する IP アドレスはグローバル IP アドレスである。正解は A、 サーバーが故障して使用できなくなった場合、そのサーバーで使用していた IP アドレスを新しく購入したサーバーに設定して利用することができる。こちらが正解です。あの選択肢は IP アドレスの変更をすることができるので間違い選択肢。いの選択肢は IP アドレスは管理されているので許可なく自由に利用することはできません。ここは補足しておくと、グローバル IP アドレスの場合に限って自由に利用することができません。誰でも自由に限られた範囲で使っても良いプライベート IP アドレスというものがあって、そちらは自由に使うことができます。しかし今回はグローバル IP アドレスという条件になっているので必ず許可を得て利用する必要があります。うの選択肢は同じ IP アドレスが複数存在することになるので間違い選択肢です。
ではもう一問 IP アドレスに関する問題に挑戦してください。 IT パスポート令和4年問73、膨大な数の IoT デバイスをインターネットに接続するために大量の IP アドレスが必要となり、 IP アドレスの長さが128ビットで構成されているインターネットプロトコルを使用することにした。このプロトコルはどれか。 A. IPv4 E. IPv5 U. IPv6 A. IPv8。 では正解の発表です。正解は U の IPv6 です。それでは解説していきます。まずは IoT という言葉から説明していきます。 IoT はもののインターネットと呼ばれ、従来インターネットに接続されていなかったさまざまなものがネットワークを通じてサーバーやクラウドサービスに接続される仕組みのことを言います。これまではパソコンとかスマートフォンがインターネットにつながっていましたが、今は車がインターネットにつながったり、冷蔵庫がインターネットにつながったり、さまざまなものがインターネットにつながっていますよね。インターネットにつながるということは IP アドレスが必要になるということです。いろんなものがつながると IP アドレスが不足してしまうという問題点があります。そこで利用が進んできているのが IPv6 です。これまでは IPv4 と言われる IP アドレスを利用してきました。 IPv4 アドレスは32ビットの情報で約43億個の IP アドレスを作ることができます。インターネットができたばかりの頃は43億個も IP アドレスがあれば十分と考えられていましたが、現在地球の人口は約80億人。これから人だけではなく物もインターネットにつながってくるので、 IP アドレスが43億個だけでは足りません。そこで新しく作られたのが IPv6 です。 IPv6 は128ビットの情報で約340万個の IP アドレスを作ることができます。340万という数字があまりにも大きすぎてイメージが難しいのですが、各個人が毎秒1兆個 IP アドレスを使ったとしても、 IPv6 アドレスがなくなるまでには約13億5000万年かかると言われています。つまりほぼ無限の IP アドレスが IPv6 で用意することができています。 IP アドレスには IPv4 と IPv6 が存在することを覚えておきましょう。それでは問題を振り返ります。膨大な数の IoT デバイスをインターネットに接続するために大量の IP アドレスが必要となり、 IP アドレスの長さが128ビットで構成されているインターネットプロトコルを使用することにした。このプロトコルはどれか。正解は U の IPv6 です。ではここでちょっとブレイクタイム、エピソードトークです。今回は IPv4 アドレスと IPv6 アドレスを紹介しました。 IPv4 のままでは IP アドレスが足りないので、次世代の IP アドレス IPv6 が登場したという流れでしたね。この説明を聞いて、もしかしたら IPv5 アドレスはないのかなと疑問に思った方がいるかもしれません。実は IPv5 アドレスというのは存在しています。実は IPv0 から IPv9 までがすでに存在しています。 IPv5 というのは実験的なプロトコルであり、一般的なものではないため普及することはありませんでした。なので IPv4 アドレスの後継となる次世代の IP アドレスの候補は IPv6 から IPv9 の中から選ばれることになり、 IPv6 が選ばれたという背景があります。なので IPv4 の次が IPv6 になっています。もし今後 IPv6 アドレスの後継がさらに必要になった時には IPv10 になるのかもしれませんね。それでは最後に復習をしましょう。 IT パスポート平成29年秋問84、インターネットにサーバーを接続するときに設定する IP アドレスに関する記述のうち適切なものはどれか。ここで設定する IP アドレスはグローバル IP アドレスである。正解選択肢は A、 サーバーが故障して使用できなくなった場合、そのサーバーで使用していた IP アドレスを新しく購入したサーバーに設定して利用することができる。次の問題、 IT パスポート令和4年問73、膨大な数の IoT デバイスをインターネットに接続するために大量の IP アドレスが必要となり、 IP アドレスの長さが128ビットで構成されているインターネットプロトコルを使用することにした。このプロトコルはどれか。正解は U の IPv6 です。 IP アドレスは柔軟に変更することができます。
そして IP アドレスは IPv4 と IPv6 があることも覚えておきましょう。それでは今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。2023年中にチャンネル登録者数5万人を目指して頑張っています。現在のペースでいくと1月10日に達成見込みです。年内達成かなり厳しくなっているので、もしよろしければチャンネル登録、グッドボタンで応援していただけるととても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。